茶の世界を知ったことで、その、まあ、花のことも以前以上にこう気にするようになったりとか、なんとなくそれを見ているだけで懐かしく思えたものを作ったいし、それを見ただけで昔あったんじゃないだろうかと思える道具で、鼻や手や目や皮膚感覚で届くような、そんな器は作りたいってより強く思うようになりましたね。本当に完璧な作品とか、きっちり決まりすぎたものだと、ある意味緊張を生むし、まあそれはそれでそれの必要性だったり、その魅力は十分感じてるんですけども、自分が伝えたいお茶の風景というか、お茶のことでの役割みたいなのは、お茶面白いって思ってもらえる人を増やしたいところもあって、一つずつの内容が特別際立って、決めずに、なんとなくそこに集まる器群、また道具群、茶車も含めてですけども、そのあたりが集まった時になんとなくそこに程よい感じで留めたいっていう感じで作ってますね。お茶入れの場作りをしていった時に、そのスタイルだったり、器の個性だったりが目につくような状態だと、どうしてもそこに向かい合った時にお茶自体にこう気が集中できないこともあったりするので、程よい感じで、整って、あとはもう何ですかね、お茶がこう器よりお茶がスーッとこう届くような組み合わせとかが面白いのかなだったりしますね。やりすぎない感じの程よさというか、とにかく気楽に見えるような組み合わせで、まずそこの水の音だったりお茶の香りだったり色が感じられるような、そういうのがいいのかなと思ってます。使うっていうことがまずあって、そのことが一番うまいこと伝わった時に、ちょうどその使いたいって思えるのが私のものであると幸せですけど、まず伝えたいのはものというより、植物のことだったり水のことだったり火のことだったり、そういうのがこう伝わった方が、よりその方にとって豊かな方向に行けるんじゃないかなというか、私自身もなんか探してるというか、より気持ちいい方向というか、豊かなことってどうなんだろうということを感じながら作ってるので、このものいいでしょうというよりは、こういう遊びもいいでしょうというようなことの方がまだいいかなというか。
うん、